今回挑戦するのは1番くじ怪獣8号2弾。第2弾を迎えた怪獣8号くじ、採用目当てはもちろん B 賞篠宮キコルフィギュア。上位賞はトータル6本とかなり少ないが、かっこいい D 賞クリアポスター、 E 賞アクリルスタンドも25本ずつと多く揃えてくれているのが嬉しいポイント。あとは俺に任せろ、よろしくお願いします。みなさんこんにちは、アオクイ TV のアオイです。かわおもう、イエーイ。さあアオイさん、今回は何回挑戦したのでしょうか。親子3人一発勝負、合計3回挑戦しました。それでは早速引いてる様子をご覧ください。はい、今回はね、2025年アニメ第2期ももう決まっておりますね、怪獣8号のくじでございますよ。はい、一足先にね、くじの方をね第2弾楽しみたいと思うんですが、今回はね店舗数が少なかった。なのでね、早めに並んで引くことはできましたよ。はい、いつも通りね、パパママ葵の順で引いてみました。まずはパパからです。どうぞ、先に会場に入ってお。まずはパパお楽しみ解消 D 賞のクリアポスターでございます。はい、悪くない。うん、続いてね、ママあーもうね頑張って、クリアポスター、アクリルスタンド、そこら辺ね欲しいですね。うん、来ました、これは嬉しい、仲良しお揃い夫婦ですね。はい、絵柄ね、いい絵柄いっぱいあるんでね、もうちょっと楽しめればと思いますよ。うん、最後葵さんもクリアポスターでも全然あり、よろしくお願いします。出るかな。ラスト、おっと、葵は液晶のラバーチャームに沈んだ。まあでもね、これも開封ものだしね、何が出るか楽しみなんでね、いいんじゃないかなと思いますよ。はい、それではね、開封編行ってみたいと思います。思います。結果発表です。 F 賞ラバーチャーム、私がゲットしました。開封します。古橋、おD 賞クリアポスター、パパとママがゲットしました。まずはね、 F 賞ラバーチャームでございます。はい、こちらね、防衛隊員のビジュアルをデザインしたラバーチャームになっておりますね。うん、葵さんはどういう狙いで引いたんでしょうか。いやー、でももう適当に引いちゃいました。そうだね、ちょっとね今回ね、まあせかされた部分が結構大きいんだよね。うん、並んでたんでね。うん、この日はカラフルピーチ、怪獣8号、あとコナンか、うん、3つ同時に展開してるお店だったので、うん、かなり混雑していて、はい、早く選んで早くめくってみたいなね、うん、感じだったんだよな。いやーねー、うーん、できればね怪獣8号とか、あとキコルが欲しかったんだけどね。うん、条件反射的に引いたのが古橋ということですね。まあ悪くはないけど、どうでもいいキャラっちゃどうでもいいキャラか ね、 うん、ね、後半また活躍しますけどね。続いてですね、D 賞のクリアポスターになりますよ。はい、まあ、今回ね、一番欲しかった怪獣になります。うん、それがね2つ出たのでね、すごく良かったんじゃないかなと思うんですが、はい、絵柄ね、こちら選びましたよ。うん、
和装衣装になりますよね。はい、うん、バンダイスピリッツオリジナルの書き下ろしアートになりますね。うん、これもね3種類あったんですよね。うん、でね、前回ねゲットできてないカフカとかも欲しかったんですが、はい、まあ葵のね推しなのでキコルさんにしてみましたよっていうことですよね。はい、まあ、3種類あったうちあともう1種類はね、副隊長かな、うん、になるんですけどね。まあね、絵のタッチもね葛飾北斎っぽくてねいいんじゃないかななんて思いますね。はい、うん、貼っとくとなかなか綺麗な、ね、デザインなんでいいんじゃないかなと思います。うん、その他ですね、こちらもねなんか北斎を意識してるかな、怪獣百景っていうねタイトルのポスターなんですけども、うん、うん、そのね怪獣8号がねこう立ってるところ、これかっこいいなと思ったんでねこちらにしましたよ。はい、その他にもねティザービジュアルのねキコルとかね、うん、それもね良かったんでもっとね当てたかったんですけれども、ね3つあればねそれぞれ、ティザーのものもねゲットできて良かったかななんて思ったりもしております。うん、まあ、先ほどもねちょっと話触れましたが、葵はね怪獣8号のキャラの中ではまあちょっとね気が強いキャラかな、キコルね、うん、そんな印象ですけどね、葵もねそんな傾向があるのでねちょっと将来が心配な今日この頃ですね。海外のね討伐大学を飛び級で卒業しちゃうんですよ。超エリートですね。すごい、史上最高の逸材と歌われているそうです。うん、アニメの方もね来年が第2期が始まりますし、原作の方のね展開も非常に気になる怪獣8号なんですけれどもね。はい、次回のね第3弾の時にはぜひ主人公のねカフカ、これのねフィギュアが出てくれるといいかなと思いますね。うん、前回がね怪獣8号のみだったんでね、うん、ぜひそちらを期待したいと思います。はい、ということで解消ばかりではありましたがかなり満足度の高い開封編でございました。ございました。今回は一番くじ怪獣8号結果報告開封編をお送りしました。それでは青さん、今回のくじの感想をお願いいたします。はい、今回パパとママどちらにも負けたので悔しいです。でも次回こそは勝ってみせる。頑張れ、私も頑張る。頑張ろう。これからもくじの開封結果報告どんどんアップしていきますので、くじ動画見たい方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願い。次回は一番くじドラゴンボールを公開する予定です。それでは次回も一番くじでお会いしましょう。さようなら。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録高評価グッドボタン押してね。